普通のステーキと淡路ビーフのステーキ、どちらにされますか？じゃあ普通の。俺ももう一度お聞きしますね。普通のステーキと淡路島で生まれた牛の中でもえりすぐりだけが称される淡路ビーフ、その肉の持つ上質な旨味とサシの持つ香り高い風味がギュッと詰まったステーキ、どちらにされますか？じゃあ淡路ビーフで。淡路島に来て淡路ビーフを食べないのはもったいない。うわーうまーい。知ればもっとうまくなる淡路ビーフ。